合理的にありえない探偵上水流涼子の解明に有田浩二役で出演させていただきます中川大輔です。歌舞伎町の若い衆を束ねるリーダー的な存在の、男で、まあ、その力を生かした情報収集だったり、あとは捜査のお手伝いだったりをするっていう役どころですね。結構自分の中で振り切ってやっているので、あんまり頭で考えず、こう野生的に反射神経でお芝居しようとしているので、そこら辺を見ていただけたらいいなと思います。好きだなと思ったのが音楽、どうですかね皆さんすごいかっこよくないですか。あれ聞くたびなんかワクワクするというか、さっき三つの監督とお話ししてたら、その役の役者さんのリズムというか、その人が持ってるテンポ感を音楽にテーマ曲に落としていってるっていうのを聞いて、そうなんだ、確かにでもその人たちに合ってる曲になってるなって思って、そこら辺も注目して見てほしいですね、聞いてほしいですね。本当に姉さんいろんなことを教えてくれますね。僕がまあお芝居のことでもそうですし、ここでこうした方がこの役はもっと魅力的に映るんじゃないかっていうことを見ていてくださって教えてくださったり、お芝居以外のことでも現場の言い方とか見ててくれてるなっていうのはすごい感じて、本当に姉さんお芝居となるともうそういう上下関係関係なくこうガンガンいけるので、もうそれを全部こう受け止めて返してくださるっていうのがすごい貴重な時間だなと思います。贅沢な時間、役同士対等でいろいろ好き勝手できる、それで、それに対して返してくれるっていうシーンが多くて、やってて楽しいですし、ぜひ見てほしいですね、そのシーン。躍動衣装とかっていうと、もう見てもらったら分かるんですけど、だいぶ派手でおしゃれなんですけど、今のブランド、今現在の多分ブランドを使っていて、モデルとして結構テンションが上がるスタイリング、それが役のテンションにもつながっていて、そこら辺は本当ありがたいですね。あとポイントはこの角ですね。髪がこううねって角になってるっていうのは、ヘアメイクの打ち合わせの時に、お話ししてたことで、それがなんか個人的な感覚ですけど、だんだんとこの角が伸びていってるような気がします、ここら辺も注目して見ていただきたいですね。リラクゼーションドリンクみたいなのを持っていっていて、それを飲むとこうリラックスして落ち着いてシーンに挑めるなって、あるので、そういうのが、それは前から近くのコンビニで買っていってから現場に行ってます。あとグミが好きな役なんですけど、僕も現場に持って行って撮影前に食べたりしてます。合理的にありえない、どん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 これから物語の真相に向かって進んでいくと思います。回を追うごとに敵もミステリーもどん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 こう強力になっていく感じがあるので、そこを楽しみにしてもらいつつ、なぜ涼子さんが、弁護士を辞めなきゃいけなくなったのか、他にも高山の過去、そこら辺が追及されていくので、ぜひ最終話まで1話も見逃さずに見てください。